インペリアル航空の HP42 ハンドレーページはフレデリックハンドレーページによって1909年に設立されたイギリスの航空機メーカー。よくハンドレページと表記される。第一次世界大戦中はイギリス海軍のための爆撃機を製作した。第一次世界大戦後にロンドンパリー間の民間航空会社ハンドレーページトランスポートのための飛行機を製作した。 ハンドレー、ページトランスポートが他の航空会社と合併して、インペリアル航空ができると、副用の旅客機、HP42 などを生産した。迎え角が大きい時に、有効な高揚力装置、ハンドレー、ページスラットを開発し、その特許量が1920年代前半の収入源になった。第二次世界大戦回戦が近づいた時、ハンドレー、 ページ社は再び爆撃機の開発を再開し、ハリファックス爆撃機を生産した。AV ロー社のランカスター爆撃機と共に、イギリスの戦略爆撃機として活躍した。第二次世界大戦後は、イギリスの各爆撃機のトリオのうち、三日月翼のビクター爆撃機を生産した。ビクターは後に空中給油機に改装され、長く用いられた。その後は、 ジェット機時代に対応できず販売数が低迷し1970年に倒産した英国海外航空のハーミーズありがとうございます。